はい、あ、ではこんばんは。今日は僕もちょっとワンステージこなしてきたわけなんですけど、さきちゃんの保護者として来たら言ってたんですけど、なんか飛び入りでやらせていただきます。何も瀬戸り当然決めてないので、あの紀藤さんが見えたんで無茶ぶりをさせていただきました。チューリップ、全曲チューリップでやらせていただきます。まず、僕が作った愛を。
次、あの継ぎ足しで電柱って伸ばしなんですけど、正確に電柱うです。すみません。あの田中を本名を田中って言うんですけど、田中を意味して電柱っていうので、木下さんは2回目なんですけど、去年の11月にここでちょっとあの歌わせていただきまして、その時に紀藤さんと初めて共演したんですね。人生ゲームやったんじゃないですかね、僕。で、チューリップ大好きなんで、チューリップに限っていろんなフォークソング好きなんですけど、チューリップ あのちょっとマニアックなまで盛り上がった方がいいかなと思うんですけど、あの、知ってる方は、ラジオの、ね、番組で。ああ、財津和の人生ゲームっていう。もうやってないですね。財津さんも今年も70歳になるそうで、そうですね。で、2曲目はですね、このままカボでできるんで、はい。